こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。この動画はジンシャンについて調べたことをまとめた動画です。私はまだジンシャンには行ったことがなくて、行ってみたいと思っていろいろ調べたことをまとめました。私と同じように行きたいと思っている方や、面白そうな場所はないかなと探していた方などの参考になれば幸いです。この動画で取り上げる情報については基本的に概要欄にリンクがあります。詳細を確認したい場合などにご利用ください。まず、ジンシャンってどのような場所なのかというところですが、このようなもので有名なようです。後ほど改めてこれらについては触れます。ジンシャンはこの辺りにあって、台北駅から行く場合、主流な方法としては3つあるようです。台北駅からバスで行く方法、台北駅からジーロンまで電車で行ってジーロンからバスで行く方法、台北駅から淡水まで地下鉄で行って淡水からバスで行く方法、台北からジンシャンに行くということだけを考えるならば、おすすめは一番の方法ですね。おのおののバス停は駅の近くにあります。台北駅近くのバスターミナルはここ、ジーロンのバス停はここ、淡水はここにあります。ジンシャンの方のバス停はこのような位置関係になっています。バスが止まる通りの一本隣がラオジエになっています。ここでラオジエの雰囲気を Google マップで見てみます。いい感じですよね。ラオジエにはアヒルのお肉を食べられる有名なお店があるようです。一緒に書いてあるアイスクリーム屋さんも有名みたいです。行ってみたいですね。もう一つ、テレサ天のお墓は中心部からはかなり離れた場所にあります。ご参考までに。ここまでいろいろ取り上げてきましたが、私が一番行ってみたいと思っているのはここです。どんなところなのか、こちらも Google マップで見てみます。すごい景色ですよね。いかがでしたでしょうか。冒頭にも申し上げました通り、ジンシャンに行きたいと思っている方などの参考になっていたら嬉しいです。この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。よかったなぁと思っていただけましたら高評価をお願いします。また、これからも台湾のことを発信していきますので、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。